九州正統軍の総勢は20万。秀吉様の本体のほかに毛利、徳川、長宗我部、立花など他家も参戦いたします。うん、この圧倒的な物量を見せつけりゃ島津も引くしかないじゃろう。たとえ豊臣陣営にいようとも俺の魂は消えない。この九州で高らかに奏でよう反骨の歌をな。まあしっかり頼むわ。おお、宗茂、銀千代、チコ、お前さんたちに礼が言いたい。もし九州全土が島津のものになっとったら、わしはもっと大規模な軍を起こさねばならんかった。その分時間もかかるじゃろうし、人死にも増えたじゃろう。全ては立花二人の働きと亡き常雲殿の命を賭した奮戦のおかげじゃ。ありがたき幸せ。我らの立花山城は島津に一旦制圧されましたが、家臣が立花山城に忍び込み本丸を奪還した模様。主としてはすぐにでも救援に駆けつけたいのですが。ああ、分かっとる。さあ、立花山城に群れとる島津を追っ払うで。清正、こたびの九州征伐、三成と共に赴くそうだな。お前は後方支援か。この大遠征、物資補給が肝となる。頼むぞ。ところでお前は最近の三成のことをどう思う？やつは家康殿に敵意を向けすぎてはいないか？秀吉様の天下に家康殿はもはや不可欠。秀吉様がもしいなくなったら、家康殿にかかる責任はもっと重くなる。その時のために俺たちはもっと家康殿と密接な関係でなくてはならない。家康殿と敵対すれば秀吉様のいない豊臣の家などあっけなく潰されてしまうからな。確かに家康という男は実力もあり人望もある。だが己の望みのためならば容赦はしないぞ。家が潰れるのが早いか遅いかの問題かもしれぬ。それでもお前たちはいがみ合うのか？俺はいがみ合っているつもりはない。あいつがただ俺の小言を鬱陶しく思っているだけだ。お前も三成に劣らず頑固だな。まあいい、お前とじっくり話せてよかった。これは家庭の話だが、もし俺と三成が喧嘩を始めたら、お前は三成についてやってくれないか？正則はおそらく俺につく。子飼いの中で一人ぼっちになるのは寂しいだろうからな。仕方のない男たちだ。